使う前に、はい、まあ、一回これで拭いて、はい、油とかね、これはこっちで落とす感じです。落としてもこんなに、おお、すげえ。あ、どうも綺麗になる。お疲れ様です。今回もね、ちょっと増田さんに来てもらって、今回ミックスの腰道具のメンテナンス編ということでやらせてもらおうと思うんですけど、 Amazon の欲しいものリストまたもらいまして、このミックスの保湿クリームと、まあ、僕が睡眠不足やっていうのをライブで言ってたのを見てくれたみたいで、まあ、女の方やったんですけど送ってくれて、まあ、こんな電気工事業界も女性の人見るんやなと思って、まあ、嬉しい限りで、なぜ増田さんに来てもらったかって言ったら、僕このメンテナンスっていうメンテナンスを正直したことないんですよ。腰道具のやり方が分からなくて、増田さんやったら腰道具ねプロなんで詳しいかなと思って、今日は、腰道具のメンテナンス講習ということでお願いします。はい、今日は増田さんのと僕のと同時進行で、なら増田さんがやってるのを見ながら僕もやる感じしましょうか、ね、そうですね、まあ全然難しくないんで、そういう感じでいきます。塗るだけなんで、どう組み合わせた方がいいですかね。まずこれどこに行ってます。100均とか、今日100均で買ってきました。100円で十分だと思う。100円均一でこういうのが売ってるらしいんで、これを今日は1人1枚、2枚、水で濡らしきて強く絞るらしいんで、ちょっと行ってきます。今濡らしてきたんで、これを思いっきり絞ると、こんな感じでね、全力で絞る。結構っすね。結構っすね。もうちょっと湿ってるぐらいでいいと。 OK です。はい、絞りました。ただ表面の汚れを、はいはい、ホコリとかついてると思うんで、はい、ちょっと軽く落としてあげて、ステップ1が雑巾濡らすとこで、ステップ2が表面の汚れを落とす、うん、ホコリとか。これはコツとかあります？いや、もう拭くだけっすね。気持ちの問題ですか？気持ちの問題ですね。あ、これ雑巾塗る用に置いとかなくなってきてるんですか？いや、塗る用は同じこんでる。結構汚れてますわ、やっぱり。うん。マスターさんなんですか？僕のもだいぶ1ヶ月に1回ぐらいしかやらないんで。それも月1やってるんですね。あ、でも、僕野球やってるんで、はい、なかなかできないんですよ。あー。いや、梅雨やし。休日は。今日、ほんまちょうどよかったんですよ。はい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 。ちょっとやらなかなと思った時やったので。すげえ、このドライバー入れるとことかさ、真っ黒や。これ。俺、これそんなに使ってないのに結構汚れてんな。てか一回も掃除してない？え、うん、掃除してない。クリームは塗ったよな。クリーム一回塗った。え、あ、汚い。はい。お仕事頑張ってるってことやんな。そうそう。俺も増田さんも工場の回収とか多いからさ、多分な。うんうん、そういうとこめちゃくちゃないな。ホコリと油とね、ホコリと油と、うんうん、新築の建築現場とか行ったらそんなにね、うん、汚れないと思うんですけど、ぐらいかなと思うんですけど、回収工事とかしてる人は、ああ、そっか、俺の仕事なんか特に処理場とか行くし、うん、ありがとう。結論下がったらサビとかつくときもあるんですね。結局とかで、こうやってやんねん。こんなちゃんとやったことないわ。ここもっすか？そうっすね、あのオイル塗るとこは、はい、汚れ取ってあげないと、はい、汚れの上から塗っちゃうんで。これってマジの本の人は多分でも外すんですかね？外す人もいてるんかな。ただ僕のはもう一回外すと、はい、組み立てがなかなか面倒くさいんで、あ、僕も取れへんしな。もう2、3時間かかると思うんで取らないです。裏もですか？そうですね、今この状態が、雑巾で汚れを落とした状態です。ステップ2完了後、じゃあ次のステップのレクチャーお願いします。はい、まあ、これでちょっと乾かしたいんで陰干しするんですけど、はい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 、今日はちょっと時間ないんで、天日干しより陰干しの方がいいんですか？僕は陰干しで、はい、その後に外で干して、はい、まあ、あの
この皮の色、黒はそのままなんですけど、ちょっと日焼けさせたい人は、はい、オイル塗ってから天日干ししたりするんですけど、まあ、僕みたいな黒は別に天日干しする必要はないですか。そうですね、もうグローブ、僕野球のグローブと同じやり方でやってるので、はい、影干しでいいと、うん、らしいです。ちょっと乾燥してるところに置いとけば乾くので。わかりました。じゃあまあ、本間さんに考えるけど、今日はちょっと時間があれなんで、そのまま見ちゃいますということで。これがあのもらったやつなんですけど、ニックス保湿クリーム iPhone 専用ケース用っていう書いてるんですけど、増田さんが持ってるのも、僕が今回ギフトで送ってもらったのも全く一緒みたいで、いつもこれ使われてるんですかね。そうですね。ってことなんで、iPhone ケース用って書いてるけど、まあ一緒ですか。ってことなんで、ありがとうございます。これもあるんですか。これが汚れ落としで、はい、これ使う前に、はい、僕は一回これで拭いて、はい、あの油とかの汚れはこっちで落とす感じですね。これの後にですか、雑巾の雑巾の、うん、かけ落ちしてからで、これで仕上げるみたいな感じです。これじゃあちょっと使ってみないか、はい、あ、こっちでいい。あの、それも水含んじゃってるんで、乾いたやつで。これで、これ塗るときはこっちとこっちで半分ずつ切ってもいいですかね。切ってもいいですか。俺はカッターの黒きながら、あ、はぁ、あ、金色、金色かっこいい。黒きの方がこう仕事早くなるから、これ使い分けたい。増田さん流ではこのレーザークリーンケアっていう、これもニックさんのやつですよね。そうですね。で、油汚れとかはこれで汚れ落としいくと、こんぐらいでいいんですかね。でも薄く塗っていたらいいと思います。じゃあこれもせっかくなんでやっていきます。ちょっとずつ今度流しかな。ほうほうほう。こんなん週1とかやってる人おるからさ、うん、ね、うん、すごい好きな人が、うん、毎日やってる人って飲んでるよ。だって宝物やろ。好みですよね、その、ね、ほんまにピカピカの綺麗な状態がいい人と、僕は結構使ってる感が、あ、まあ、言い訳なんですけどグローブとかもそうなんですけど、はい、あんまり手入れしなくて、はいはいはい、ちょっと使用感出したいなみたいな。綺麗すぎる人ってそれだとほんまに仕事してるんですかとかアンチコメントも結構来てますもんね。うん、まあ大事に使ってるでしょうね。そんなこと言う人も多いですね。でもたまにピカピカの人ずっとピカピカですね。ね、そう。回転節さんとかめっちゃ綺麗なんですよ。うん、これ白いからですけど、はい、汚れ落としてもこんなに。おお、すげえ。で、グローブと一緒でやりすぎたら柔らかく なってしまうとかはないんですか。柔らかく、まあ。もそもそも使用してくる使ってると柔らかくなってくるんで、うん、あれなんです。グローブはあんまりオイル塗ると重たくなるとか言ってしない人はいてるんですけど、やっぱり吸い込んじゃうんで、この塗った分全部ちょっとは重たくなるかもしれないですね、この塗った分。森伝説さんもめっちゃ星を綺麗、うんうん、あの人たちほんまにピッカピカで、ね、うん、あの人らもモデルやから、うん、なんかもうアクセサリーみたいな感じやもん。そうそうそう、女の人特有というか ね、綺麗にされてるそうで、ね、松本さんはちょっとサボってるかもしれん。あの人からメンテナンスの話聞いたことないから、うんうん、ちゃんとやってるのって今度聞いてみます。はい。今何分経過してる？そのビデオ上で。11分。これあの多分編集して時間変わるから、今でだいたい11分ぐらい。うん、何分かかるかっていうのもちょっと視聴者さんの人に知らせていくわ。あー、そうか、まあ喋りながらやから多分もうちょっと時短はできると思うんですけど、結構念入りですね。そうか、裏もだからね。そうですね。ロウ付けされました。ロウ付けニックスのホームページでも載ってるんですけど、はい、ここの糸に、はい、
ろうそくのろうこすって、はい、こう強くするみたいな感じなんですけど、してないです。僕あれめちゃめちゃ面倒くさいんですよ。糸もボロボロっすね。僕、うん、ボロすのを垂らして塗っていくんですけど、はい、一回それだけやったんかな、はいはいはい、めちゃめちゃ面倒くさくてこれしかやってないんですけど。今度やりますか。でそれ思ってたら、そういうトレオワックスが出たんで、はい、あちょうどええやんと思って。そんな手間がなくなるってことですか。そうですね。今これで、レーザークリーナーってやつで汚れ落としが終わりました。まず雑巾絞るの1、雑巾で拭くの2、ほんまは3で掛け干し、掛け干してからこれですか。そうですね、水気飛ばしてからの方がいい。掛け干し30分した程度で、4番目がこれを塗ると。こっからは掛け干しいらないですか。いいと思います。ならこの4までが今一応終わりました。じゃ次の5は、ね、どこですか。こいつの出番ですね。捕獲ですっけ。捕獲クリーム。これ漢字を読みにくいんですけど、あの捕獲クリームっていうの読み方になってるんで、僕関係持ってるんで間違いないんで。仕上げ、ね、仕上げのクリームを持ってないで。これもまあもう塗るだけ。塗るだけさ、はい。これさっきスポンジ僕半分に切ってこれ用にね。はい。あれ糸用もいるんですか、スポンジ。糸用はこれ直接こうしてる。大丈夫です。これはどんな感じで。つけすぎず少なすぎずでいいと思います。スーッと伸びていくぐらいでこういう感じにします。ちょっと取りながら、今から塗っていくんでどんだけ綺麗になるか。あ、なんかピカピカしてきた。これ皿のやつ買ったやつもとってもいいですね。皿のやつ初めてこう結構白色じゃないですか。はいはいはい。で日焼けする前にこれ塗るんですよ。塗ってから日焼けさせるとこういう色に、焼けた色になるんで。赤川さんがなんか言ってたっすか。育てる、皮を育てるに来ました、うん、もう3日ぐらい干して日焼けさせたんですけど、みるみるやっぱ染まっていくし、日焼けしていくし。前に出てくれてた赤川チャンネルさんもそのこと言ってましたね。皮を育てるっていう内容が大事らしいです。光沢が出てきましたね。ピカピカになってきたっすね、うん、楽しいな。なんかこれハマる気持ちわかるわ、うん、これもたまにやろう。いや嬉しいわ。しかもこれな、俺欲しいものリスト最近全然更新しなくて、うん、あそういえば放置してるなと思って更新してみて、うん、まあ、その日に多分買ってくれてんねんな。最新欲しいものやってんの。そう、 A さんありがとうございます。俺は名前知ってるから。そう、フルネームで来るんですよね。あ、ピカピカ、色が違う。色が飲んちゃうっすね、うんうん、風呂も綺麗になるっすね、ね、うん、光ってるっすね。しかもこれ偽物の黒なんでね、僕の。あ、ほんまですね。もともとこういう色なんでね。塗ったっすね。偽物の黒でもちゃんとこう綺麗になっていくという。剥げたりはしてないですね。これは本物の黒やね、元からの、うんうん、分かんないですね、全然。そうでしょ、違いが。だから同じような染め方なんですよ ね、 ね、一回作ってから塗ってるのかもしれない。元から塗ってるのかな。そうか、黒い革なんてないですもんね。そうですね、塗ってみる。染めんね、革を。え、革を染めんね、うん。だから黒い皮で作ってるんじゃないの。こう疲れるっすね。違うのかな。これは A 型しか無理やな。めっちゃ黒なんな。このスポンジが白やったらこう分かりやすいんですね。そうですね、それ黒を入れたってちょっと
よいしょ。トライのちっちゃいナイフの柵もミッキーさんに出してほしいなと思ってます。これはクライの柵なんですよ。これ用のやつなんですけど、こういうので出してくれたら統一できて、あとはとっても嬉しいんですけど。色をね。多分見てはると思うんで。ニックスさんとクライムさんのコラボみたいな。まあ、これが入るやつ作ってくれば、これとプラスなんかペン、はい、ペン差しでも、あ、小さいのあれば、確かにね。僕はすぐ買うんで、作ってください。これはクライムさんは、あれですね。あ、うん、でもなんかワンポイントで1個だけ黒にしてる人もいるっすよね。これだけ黒とか。うん、バーテックスの人がそんな人かな。クリーム塗り終わりました。あっつ気になったっすね。うん、マスターさんもピカピカしてる。 OK これステップ5やったっけ。5じゃあステップ5の捕獲クリーム、捕獲クリーム、捕獲クリーム塗りが終わったんで、次はどんな感じでしょうか。次あのこの自然な顔の色の場合は、はい、あの電気干しっていうか日焼けさせたりして、はい、もしくはこう黒くしたりするんですけど、ほう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 、まあ、今日の夜なんで、はい、これで、はい、2時間ぐらい焼いたらもうまたこんなに焼けるのがかっこいい色なので、なるんで、こういう色になってくるわけですか。そうですね、だからこういうこれとこれが1年ぐらいちゃうんかな。あ、こんだけ色変わるんで、確かになんかベテラン感というか、いい色出てますね。これ色出てるっすね。これまだまだまだなんで、あ、うん、こう成長を楽しめるんですね、こういうのは。そうですね、これ黒とかは変わることないですもんね、基本的には。じゃあ次のステップお願いします。で、これちょっとニックスさんのホームページに出たら、はい、なんか1個増えてて、そうそうそう、新作ってことがあったんですけど、いつ出たんかちょっと分かんないですけど、でこの裏に、まあ、ここもあるんですけど、糸が縫われてるんですけど、はいはいはい、そもそも初めはこれニックさんのホームページとかでもろうそくのろうを垂らして保護してくださいみたいな書いてあったんですけど、はい、それがもうめちゃめちゃめんどくさくて大変なんで、ちょっとあれなと思ったらいいのが出たんですけど、もう縫うだけかなでいけば。初めてですね、松田さんも。そうですね、この糸がね結構ほつれてくるんですよ、はいはいはい、使ってるうちに。まあ塗ったりして直すんですけど、へえ、あ、塗ったりするんだ。ちょっとでも直ります。で、あ、こんな感じですね。僕のもほつれてますか、うん、こうやってやっていったら、あ、こうやって塗っていく、うん、糸の表面がにこれがついて、へえ、なんか効果があるか分からへんですけど、まあ、こう乾いてるよりちょっとこうオイルというか、はあはあ、柔らかく染み込んでた方が、はいはいはい、まあ、ハンドクリームみたいな感じじゃないですかね。カサカサよりしっとりしてたら切りにくい感じで、これで塗っていけばいいと思います。これ結構ほつりやすいんで、はい、塗ってた方が。これ400円とかだったんで安いですね、うん、結構何回も使えそうですね。で多分インスタで僕初めてちゃうか。マジですか。うん、あんまりみんな気づいてないかもしれない。こっそり増えてたんで。こうやって塗って。このメンテナンスを YouTube でやってるのはこれ初めてかもしれないです。まだ見たことないんで。ね。うん、ないですね。初。あれか、星道具のメンテナンス。何でもやっていくんで僕。リクエストあったら言ってください。もう中で塗っていけばいい。うん。あ、いいですか。はい。僕もちょっとせっかくなんで。糸がもうどうかわからないですけどね。こういう感じで塗るんですね。そうですね、結構強めでこしていったらいいかなっていう、はい、塗ってる感じで糸に。ほうほう、僕みたいなのこうやってほつれてるからもっと早い段階でこういうことを買った時にやったらいいかもしれないね。知らなくなるんですね、うん、新しくニックスの腰道具を買う人はこういうこともちょっと覚えてた方がいいかもしれないね。ろうそくのろうを垂らすのはもうめちゃめちゃめんどくさい、ね、それは400円で行った方がいいっすね。うん。
裏面もずっと擦れてるとこやから、はいはいはい、余計、うん、そうですね、あれか、やってあげたら擦れるんですね。でも糸は、ね、黒で塗ってるからか、糸も黒で塗ってる糸が汚わってます。でも黒、これ直さなきゃな、それの保管方法難しいですね。そうですね、これに入れるか、なんか持ってきて入れるか。これにも塗っていいんですかね。あ、いいと思います。あこれも塗っときます。でもそれ切れへんな、これ結構強いで、強いね、うん、触った感じはちょっと よく分かりません。でもなんか頑丈になってる気はする、うん、これがな、めっちゃ汚れてんねんな、真っ黒なって。これまた今度、ありがとうございます。はい、そうですね、今ちょっと陰干ししてあげて、またちょっと表面がぬるっとしてるんで、こうやって乾けば大丈夫かなと。そのほこりとかすぐついたやつもね、あー、乾く前一晩寝かしてあげれば、かっこいい腰道具になって、はいはいはい、いいと思います。まあ、これ塗った後は、すぐ使ったらね、ほこりがつくんで、うん、ちょっと一日ぐらい乾かすと。日曜日の朝だよね。はい、はい、日曜日の朝ね。月曜日使いだと。っていうことらしいですわ。僕は月1ぐらいなんですけど、はいはい、まあ、それは好みによって、あ、まあ、でもあんまり乾きすぎると、やっぱり傷とかつきやすくなると思うので。はい、ちょっと保湿してあげたら長持ちするかなと思います。僕の親父とかもミックスなんですけど、はいはい、全然してないからもうボロボロってカサカサなって現場で言いますよね、ボロボロの人、うん、してあげたら全然持ちが違うと思う。やっぱぜひしてあげてください、ね、せっかく結構いい値段する腰道具なんで、こういうメンテナンスをね、ダムにやるだけでも、これどうですか、これが1000円ぐらいでしたっけ。1000ちょいとかだと思います。まあ、だいたい高くなかったと思う。値段また僕ね、野球のグローブ用のオイルとかでもね、いいと思うんですけど、ハワイ用の、別にこれじゃなくても、はいはい、うん、僕、初めはヌードローズとかでやってたの、野球用の。でもこれは僕値段張りますけど、多分1000円、糸用が400円ってことなんで、2400円ぐらいでメンテナンスできるんで、まあ、マスターさんが言うには野球のね、グローブ用でもいい、うん、ということなんで、そんなお金も何回も使いますもんね。そうですね、多分1回やったぐらいじゃ全然減らんので、ね、しばらくは、ね、1回100円ぐらいと思います、使う量としては。月1でやったら多分 3年ぐらいはいるんですね、うん、ってことなんで、皆さんも、ぜひ使ってみてください。こんな感じで、僕はあの電気工事だけじゃなく腰道具のメンテナンスとか人のかゆいところまで全部何でも取っていくんで、電気屋業界で1位目指してるんで、チャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。